今回の選挙ですけれども、会いに行く選挙をテーマに戦われたと思います、有権者の声というのは、小林さんの耳にどのように届きましたかまあ大きく届いた声は2つです、やはり今、自民党がこの政治資金の問題で揺れている、だからこそ小林君が自民党を変えてほしい、そして日本の政治を前に進めてほしい、その声と、もう1つは、やはり目の前の物価高を乗り越える具体策。 さらには人口減少を将来する中でどうやって豊かになれるのかっていう答えが欲しいこういう声をいただきました小林さん選挙担当の記者やってます岡森と申しますよろしくお願いします政治と金についてお伺いしたいんですがす小林さんはあの今の自民党の政治と金の改革についてはまだ甘いとおっしゃっていると思いますあの政策活動費の廃止であるとか旧文通費については市と公開 そして残ったお金は国庫に返す、これを必ずやると明言されていますが、大体いつごろイメージして、これ、実現しそうですか。もうできる限り今年、遅くとも来年中には、実現できるように、取り組みます。それはあのもう実現するということで、えー、有権者の皆様に言えるということでしょうか。それをお約束して、選挙をやったつもりです。うん あと2つ声が届いているという話でした今回我々広島ホームテレビですね街、えー、で皆さんに話を聞きました有権者100人に話を聞いたんですがこれ数字を見ていただいてわかるように一番多かった項目が景気物価高対策の41人という結果になりましたまあ、小林さんも皆さんの声を聞かれて このあたりというのは具体的な策として何かやっていかなければならないことまたは考えていることありますかまず目の前の電気代、ガス代、ガソリン代さまざまな生活費をやはりサポートするこの予算をまず用意すること、うん、もう一つはせっかく新しい投資をするのだったら将来に産業育成になるものがいいと思いますから省エネの投資これは家庭や企業でも含めてです、ね、それを徹底的に応援することで コストを下げていくことで皆さんの手取りが増えやすい環境を作ることがまず重要だと考えています、うん。まあ本当に多くの人たちが感じているのがこの物価高というところだと思いますから、こう実感が湧くようなものというのを期待されているんじゃないかなと思いますね。そうですね。小林さん、ね、スタジオのホームテレビ小島です。よろしくお願いいたします。のここでですねす午後午後八時時点での投票率をちょっとまず見ていただきたいんですが。 午後8時時点での投票率が29.48%となっています。まあ前回よりもマイナス3.88ポイントということなんですが、小林さん、まあ日本はあの他の国と比べても投票率が低いという現状がありますで。あの若い世代を中心にですね、ネット投票を求める声もあるかと思いますが。 デジタル大臣を務める小林さんはこの投票率どのように考えていらっしゃいますか副大臣ですねデジタル副大臣も務められた小林さんはいまあ三つあのポイントがあると思います一つは先ほど挙げていただいた投票環境の改善ですこれは年齢関係なくインターネットを通じてであったり例えばコンビニの ATM とか郵便局あとは移動投票所 とにかく年齢関係なくみんなが投票しやすい環境を作る、この改革を進める必要が1点目です、2つ目は、やはり選挙になって、急に投票に行ってくださいと言っても、政治に参画する感覚はやっぱり湧かないと思います、日常的に政治と関わることで、いが良くなった、自分たちの居場所ができた、生活が良くなった、こういう具体的な成功体験を、我々政治家も、そして行政もみんなで一緒に作っていくことが重要だと思っています。 3点目は、これは自民党の課題でもありますけれども、与野党ともに今回、政治金の話が中心になって、むしろ皆さんが聞きたい人口減少下で本当に成長できる、この姿を提示できたか、この政策論争になるということが私、重要だと思うんですね、うん、なので今回、なるべく多くの方に分かりやすく、インターネット上から200本以上、政策の動画を上げていきました。今後も ちゃんと政策を届ける。そして私たちの将来はきっと明るくなる。そう思っていただけるような活動をやっていきたいと思います。小林さん、すみません。あの再びあのホームテレビの岡森です。あの9月末の総裁選でえ小林さん小泉進次郎さん推薦人やられたと思います。であの自民党のですねイメージの刷新を抱えられて、まあ総裁選当選はしなかったんですけれども、まあこの選挙の結果、自民党大変苦しい。 状況になっておりますこ,うこれまでとこの自民党この苦境をです、ね、今後、どのように小林さんはあの若手として引っ張っていこうというふうにお考えでしょうか今回の総裁選でも考えていたのはです、ね、決してイメージの刷新ではないんです政治のののやり方そのものを変えることです永田町だけで一部の人間だけで決めるのではなくて広く国民に問いかけてその感覚を受け止めた上で法律や予算を決めていく。 これが本来のの民主主義あり方です。今回もこの少数で決めた世の中とのズレがあこの結果を生んだと思っていますからやはりこれからもです、ね、政治をオープンにして国民の皆さんの声が真に反映される政策を作るということをやっていいいきたいと思います。わかりました。 ありがとうございます。まあ、本当に小林さんの中でも様々なことを考えられてということになっていますよね。まあ、本当にここからまた若い世代も含めて、そして広島というのは先ほども話ありました。人口減少ということに直面していますから、まあ、今後ここをどのように改善していくかというところ、有権者の皆さんも期待していると思います。広島ロックで当選されました。自民党の小林さんに話を聞きました。あ、どうぞ小林さん、どうぞはい。どうぞ1点だけいいですか？はい これですねぜひ皆さんに思い出していただきたいんですが、うん、3年前、岸田政権が広島から誕生しました、うん、この3年間も人口は減少してたんですね、はあ、ですけど日本の GDP は550兆円から607兆円まで成長しました、うん、そして賃上げも中小企業頑張っていただいて4%大企業5%パートアルバイトの方6%年金も今年2.7%増えたんですねこれちゃんととした政策と 民間のの皆さんの努力があれば人口減少しても十分成長できますですから、これからも規制改革や地方への投資の呼び込み、さまざま政策を打ち込んでいけば、われわれは十分成長していける、きっと今日より明日の方がよくなる、この道を進めると思っていますので、ぜひそれを実感いただけるように、より早く、より大きく政策を皆さんに届けていきたいと思います。 そこには有権者に真摯に向き合って、まあ、政治と金の問題ではないところでたくさん議論が進んでいけばいいなと思っております。あありりががととううごござざいいまましした。た。